えー、今回はですね、訂正記事になります、コインゲッコに上場、紹介されているコインの数が、数百個取り下げられたんではないかなというふうに思ったんですけども、ちょっと数字を見てみると勘違いでした、2日前が1万4592で、で、本日、8月22日が1万4631ということで、30ばかし増えてますね、だから微増は変わらず続いてます。 ちょっと私がね、1万5千個ぐらいの上場がすでにあったっていうふうに勘違いしたんですけども、これはね、ちょっと勘違いですね、完全に。誠、えーまあ、にお恥ずかしいことでございました。まあ、こういうふうに、 親と思ったらすぐに調べることによって勘違いなのか、それともね、実際に何か動きがあったのかってこと、こういった小さいことに気づくことができるかなと思いますんで、まあこれからもね、やっぱりこう見るべき数字は追っかけていきたいなと思いますし、暗号通貨ファンの皆様もね、この辺、あの、変わりなく見ていただきたいと思います。もちろん私の放送のチェックもよろしくお願いします。それでは今回以上です。